けど一緒に遊ぶ時間が取れなくなっちゃってて、うん、遊び方を多分私自身も分からなくなっちゃってる。ウリゾンは重い障害を持つあるいは医療的ケアが必要なお子さんに関わらせていただいてるんですけど、そういったお子さんは普通の年齢のその年なりのお子さんが経験するであろうことがほとんど経験できてないんですよ。経験不足っていうんですが、でそういった経験は1回でもすると経験値が1になるんですけど、0のままっていうお子さんになります。医療的ケアが必要なお子さんは、夜中も痰の吸引に、ね、30分おきに吸引しなきゃいけないことで、あるお母さんにお伺いしたら、この子が生まれてもう10年以上3時間以上睡眠時間を確保できたことがね、一度もなかったっていうのを聞いて本当にびっくりしました。我が子と一緒にただ遊ぶっていうだけでも本当にハードルの高いねことだっていう。心は自由なので、どの子になって汗かいて遊んでほしいっていうところで、本当に夢中になれるようなおもちゃたちを、遊びで夢中になるっていうのがコンセプトなので、夢中になってると何々の虫っていうようなことを、遊びの虫に子どもたちになってもらおうということで、おもちゃセット遊びの虫、今回虫さんたちが並んでますけれども、そういったムービングにさせていただきました。子どもだけじゃなくて、子どもとそうですね、一番大切にしているおもちゃセットなので、中には皿回しなんかも入っていて、お父さんがこう夢中になっているところをお子さんがキラキラ笑いながらこう見ておられるというようなシーンもヒアリングの時にあって、やはりそのおもちゃもいろんなおもちゃがあると思うんですけど、音がしたり、うん、触った感じがこうだったり、色が素敵だったり動いたり、こういったことで一つ一ついろんな情報がお子さんに入ってきますので、それは気づきになります。ボールのこう投げ合いっこはなかなか難しいけど、あれだったらこう2人でキャッチボールみたいな感じで遊べてすごくいいなって思いました。